2007年ね。はい、どうぞ。体重ね、4700ですね。495、495、485。出てるのが少ないんだよね。39.7 です、命はね。今までで一番低いんですけれど。食べさせてもらう、これ。1日1個1.5グラム、これが60グラムだって他に食べてくれないんだもん。それとおやつにこれ いいかどうかわからんけど、そうドライフードは全然食べてくれないんですか。栄養が取れないですね。動いてきます、今日一日。はい。60グラムでしょう。5キロの子だと。何個食べなきゃいけない。10個食べなきゃいけない。体重にしよう。これが1日3個食べる。2個です。1日2個。うん、でその前日はこれを2本しか食べなかったから。栄養がどうしたら取れるでしょうか。大変ですね。ちょっとね、検査、今日朝ごはん食べたいですよね。食べさせなかった。お水は飲んでます。あんま、いつもより少ない、少ない、ペロペロで。少ないけど、で、どうしよう。普通なら、昨日、ありあり。昨日は食べたから、朝出ました。それで夕方食べさせたらその分また出ました。この子は割と食べたらすぐ出る子なんで。で、履いてないわけね。履いてない。それで私ちょっと前、向こうの谷松先生からもらってやった、吐き止めのフーランスの。これは何？これを、5ミリのもらってやったんで、2.5。これを、その理由がどうかわからないけど、測れたら嫌なんで、これを一応飲ませました。あ、これを火曜日と木曜日。はい。で、先生ね、吐き止めってもらってる時は打ちません、飲みませんでした。なるほど。はい、はい。なるほど、先生、まだ大丈夫。自分も人工関節入れて、で、ここで検査を受けたいと思う。もうお電話はちょっといただいてるんですから、検査してもらってくださいと言われました。そうですか。はい。それじゃあね、ちょっと血液とレントゲンと心電図と取れたらおしっこね。で、検査だけじゃなくて、治療もしますので、点滴して吐き止め打ってからね、少し食べさせますね。はい。それもちょっと、消化。まあ、これはお礼にできますけど。あ、先生のお持ちのもの？そうそうそう。あ、それはお願いします。ドライフードで、消化のいいドライフードがあるんで、それを少しでも食べさせてみますよ。栄養からの体質が増えたんびに減ってきてるね。本当でした。私昨日食べたくらいまた増えてると思ったら、昨日ちょっと今日24日だから、はい、うん、
一番最初来たみたいな。それでも痩せたと思ってました。ああ、っていうのもね、はい、だから相当、だから 49.5 から 47kg になったんですよ、ね。はい、わかりました。で、夕方ですね、はい、ね、ちょっと時間が欲しいんで、6時半から10時半まで迎えに来て。あ、いいです。はい、じゃあ、それぐらいに迎えに来てください。はい、はい、じゃあ、